女の子はすくすく育ち、とても美しい娘になりました。でも貧しい二人には娘の着物を買うお金がありません。ある日、おじいさんが竹を切ってると、チャリンと竹の中からお金が出てきました。ありがたい、着物が買えるぞ。娘に立派な着物を着せると、この世で比べるものがないほど美しくなりました。それからは娘が大きくなるたびに竹の中からお金が出てきました。そしておじいさんとおばあさんは竹から出てきたお金のおかげでお金持ちになりました。二人は貧しい人や困っている人にもお金を分けてあげました。娘は輝くように美しく、かぐわしほどきれいになり、かぐや姫と呼ばれるようになりました。一目かぐや姫を見ようと、遠くの村からも人々がやってきました。ぜひともかぐや姫をお嫁さんにください。男の人たちはみんな手を合わせて頼むのでした。かぐや姫の評判は村から町へ、町から都へと伝わっていきました。そして身分の高い5人の男が訪ねてきて、一斉にかぐや姫を私のお嫁さんにいただきたいと言いました。おじいさんは、娘は一人でございます、大勢で言われても困りますとおろおろしてしまいます。そこへかぐや姫が現れました。おお、なんと美しい、私の島にふさわしい姫だ。一人の男が言うと、次々に姫は私の島だと五人は言い争いました。そこでかぐや姫は、私がみんなにお願いする品物をはじめに持ってこられ方のお嫁さんになりますと言いました。早速五人の男たちはかぐや姫に頼まれな品物を探しに出かけました。